んだら、その、さっき言った、その、多治見の職人たちね、は、多治見か、まあ、遠野の職人でも、まあ、岐阜県の職人たちは、職人である限り、一個は、何かの流派の魔術師さん持ってますよ、職人だ。第一、その、陶磁器のそのね、釜で、その、陶磁器作る行為自体が、そもそも魔術ですから。ね、でしょ？で、あれだけの作品、作るのも魔術の一種ですやんか。ね。で、それ、家族の中でも、釜と相性のいい子、釜と相性の悪い子っておるやるし、そんなも魔術やんか。ね。だから、その、大和民族の先祖である、秦の始皇帝が中国でやった焚書坑儒っていうのはね、魔術書持ってへんやろなって、持ってたら全部取り上げるやってん、実は。ね、炊いてへんねん。魔術は全部取り上げようって。で、焼いたんは、なんちゅうの？要するに、倫理について。だって、秦の始皇帝、外国人やったから、中国から言うたら。で、外国人に対して、説教するような、中国人、中国は中国人の国だみたいなのが、倫理でもあるやんか、その中国でもね。で、秦はその後で中国人として生きようとしたけど、やっぱり、長らく中国人の抵抗にあって、で、満州に逃げ、そして日本列島に逃げ、天皇家などに収まりよって。大和民族の先祖秦の始皇帝やねん。と、上服やねん。始皇帝と上服で。で、結局その焚書坑儒して取り上げた魔術書は上服の手に渡ったわけやろ。で、秦の始皇帝が解説しろって言ったわけやろ。で、儒学書みたいなのは、儒学書か、まあまあ儒学書もそう含めて、そう、異的排除、異的っていうかまあ、北方、辺境異民族、馬族は、どうのこうのみたいに書いてあったら、取り上げられた。それは焼かれたやろ。そしたら、孔子の立派の方を燃やしやがってっていうふうに中国人は言うたわけ。そういう構成で。だから、大和民族の奴ら、くっそ、立ち耳で加藤だらけめーって、魔術書全部差し出しやがれって、真の始皇帝みたいに暴れても、逮捕や。な、留置所や。で、そっか、精神病や、今日、昨今、カルトやったからな。カルトやから、そんな発想は。